議員になったらどういういいことがあるんですかって聞かれまして、私が議員になって一番驚いたのがですね、人からよく思われたいっていう欲望がこんなにも強いんだっていうのを驚きまして、そういうのを知っておいた方がいいですよアドバイスしておりましたけれども、彼にはちょっとピンと来なかったかもしれません。某丸三議員ですか、丸三議員とかですね、区長に向かって消費税を廃止せよなんていうことをドヤ顔で延々言っててですね、職員さんも私たちもそんなの財務省に言えばいいのにな、しらーっとしておりましたけれども、それでも彼らは自分が検討外れなことを言ってると分からずにドヤ顔してるんですね。かっこいいこと言いたい、分かった風なことを言いたいっていう人間の欲望はすごいもんだなと、思っております。で、豊島区議会でそんな感じですから、国会はもっとすごいと思うんですよ。豊島区議会議員の共産党議員さん、言っちゃいましたけれども、人としては私よりも善人です。ものすごく人がいいです。困ってる人いたら見過ごせないようないい人ばかりが揃っております。ですけれども、国会あたり行きますと人が悪い議員がいっぱいいると思われるんですよね。で、そういうとこに立候補したっていうのはどういうことかって言いますと、ギャングのボスを倒すには自分もギャングにならなきゃいけないっていうですね、これアニメのセリフなんですけれども、知ってる方は少ないとは思いますけれども、そういうことなんだな、思っております。同じ東京選挙区で出ております共産党の山添拓候補という方いるんですけれども、かたくなに選挙違反をやめておりませんでした。何度も何度も事前にですね、こういう名前入りのタスキを使っておりました。で、私が共産党が法律を守らないのはなんでかということを豊島区議会で言ったところ、懲罰委員会に食らったんですけれども、なんでかって言いますと、彼らが人を騙して権力を握った後はですね、騙したなっていう言ってくる人がいたら粛清すればいい、騙せばいい、黙らせればいい、そう考えているんで、今この場だけ共産主義というものでだまくらかして権力を得ればいい、そういうふうに考えてるから嘘もためらわないし法律違反もためらわないんですよね。そういえばその昔、最近では聞きませんけれども、共産党は人殺しをやっていた党であります。ですんで嘘をつくな、言ったところで聞きやしません。殺人者にお前は嘘つきだ、言ったところでですね、全く効き目はないんじゃないか、そんなことを思っております。先日ですね、 NHK の奥深くに行きまして政見放送の収録をしてきたんですけれども、NHK の職員さんはみんな腰が低くてですね、非常に感じのいい方ばかりでありました。その時の政見放送の収録の責任者が帰り際にこそっとですね、私も10位なんですよっておっしゃっててですね、なんで10位で NHK プロデューサーすげえ経歴だな、驚いたことがあります。収録されたのもですね、一度だけですけれども、見せてもらったんですけれども、確認のためですね、
テレビは偏っていて異常である。テレビは偏って異常である、これ5回言ってました私。でそれを広めるために参院選に立候補するんですよ。言ってることが意地が悪いもんですから、私の顔も非常に意地が悪く映っておりまして、なんかオラオラして喧嘩腰になっておりました。そこが私は非常に気に入りまして、これで OK と、2回目でお願いします。言ってまいりました。そのうち政見放送されると思います。テレビだけ見ている人はなかなか気がつかないとは思いますけれども、テレビは異常で偏っております。そういうようなことをテレビで言われると嫌なんじゃないかなと、私、意地悪な私は考えまして、豊島区議会の共産党議員さんは私よりも100倍ぐらい善人でありました。ギャングをぶっ潰すためにですね、ギャングにならなくちゃいけないっていう、変な政治をぶっ潰すために議員にならなくちゃいけない、そういう理屈で立候補させていただいております。それと私はですね、日本人はみんな親戚で、皆さん統率の取れた行動をし、結果として一つの答えのように動くと、そういう説を思想を信じておりまして、私が思いついたんですけれども、世の中にいるですね、共産主義者なんかは、日本という個体の中に発生したがん細胞だな、思っております。人の体の中で毎日毎日がん細胞1000ぐらいできてるという話なんですけれども、免疫が普通の方はできた端から殺してしまってがんにはならないそうであります。昨年の秋、私肺がんになって手術して、その後も抗がん剤の治療なんかで半年ぐらい寝ちゃっておりましたけれども、共産党やですね、何やら日本を壊したい連中、日本に生まれたがん細胞であります。で、あの敗戦の影響でですね、日本という個体の免疫が弱ってしまって、がん細胞が大きく大きくなってしまったのが今の共産党であるとはですね、立憲民主党、あのあたりではないか、社民党なんかもそうですね。社民党さん、福島みずほ代表が今回選挙に出ているらしいでありますけれども、社会党、一時は200人ぐらい議員がいた社会党の正式の末裔が社民党さんだそうで、驚きました。あと1人、あと2人、あの1人だか1人を笑うなってポスター社民党さんありましたけれども、社民党さんはね、あの一人だから笑われてるんじゃないんですよ。なんかおかしなこと言ってるから笑われてるんですよね。そういうこともわからないから、一人になっちゃうのかな、こんなふうに思っておりますけれども、で私はそういうわけで、日本人は皆親戚である、と思っておりますんで、外国人に出産一時金とかあげるのが非常に嫌であります。私たちの一族じゃない外部から来た人らに子供が生まれたおめでたいって言って、なんで40万円もやんなくちゃいけないのか。これはあの産婦人科さんがですね、外国人に料金を踏み倒されないようにという救済措置であることは分かるんですけれども、実は豊島区では 9% 外国人が住んでるんですけれども、出産一時金4割外国人がもらっております。単純に考えて日本人の4倍子供産んでる豊島区ではということになりまして、日本人と外国人の
繁殖競争に日本人は負けつつあります。これはまずいな、日本人みな親戚なのに一族としてまずいな、こんなことを考えております。しかもですね、私外国人生活保護廃止ということを歌っておりますけれども、これは何も意地悪で言ってるわけではありません。日本人はみな親戚なのですから、親戚同士困ってる人がいたら助けるというのは当たり前ですけれども、どうして日本に頼んでもねえのに勝手に来てですね、生活に困るほど困窮したら日本人にたかるっておかしくないですか。これおかしいと思いますよ私。どうして帰国を考えないんでしょうかね。例えば私がですねアメリカに住んでですね生活に困ったと、ああ日本に帰ろうかな、それが普通ですよね。もしくは日本大使館日本領事館にどうしたらいいでしょうか、相談するのが普通ですよね。それをですねアメリカの市役所に行って日本人である私が生活に困ってるんですけれどもお金くれませんか、おかしくないですかこんなの。不自然極まりないですよね。よく考えるとこういうおかしなこと、おかしなおかしなおかしなことを言ってるのが日本政府であります。戦後の混乱時期に生活に困った外国人が暴れるかもしれないから当面の措置として外国人に生活保護あげなさい、これがですね戦後でもないのにもう70年も続いてるんですよ。おかしいですよね。おかしすぎる。日本は我々日本人親戚一同のものであります。外国人の生活の保護をするために日本人がいるわけではありません。今はまだ世界中に知れ渡ってはおりませんけれども、日本に行けば働かないで金もらえるなんてことが世界中に知れ渡ってしまったらお世話になってます。知れ渡ってしまったら世界中から働く気のない連中が押し寄せてきますよね。そんなになっちゃったらどうするんですかという話であります。それとですね江戸川区にインド人の議員が誕生しましたけれども、なんか江戸川区にはインド人街というのがありまして、帰化したインド人も多数おると、でそういう人が2000人ぐらい有権者としていればですね、仲間の元インド人を議員にする、一人ぐらい議員にすることなどたやすい、ということなんですね。で前にも言いましたけれども、私は日本人は全員親戚で一族であるという考えを持っておりますので、日本人に命令できる権力を持つ議員や区長や市長や知事なんかが日本人でないのは我慢できないんですよ。まあ、親戚同士ですんで、例えばですけれども日米ハーフである小野田紀美さんなんかは我々の親戚であるとみなしていいとは思うんですけれども、まるっきりインド人で帰化しました、立候補しました、
当選しました。で、議員としての権力を持つ、日本人に命令できる力を持つ、親戚でもないものが、こんなのおかしいと思いませんか。全く全然日本人の血が混じっていない、まるっきり親戚でないものの立候補に私は反対しております。少なくともですね、日本人の血が混じって親戚になってから、そういうのはお願いしたいものであります。それと豊島区においては、生活保護をもらっている外国人は、まあ、一応永住者に限ると、こういうふうになっているそうなんですけれども、日本人と結婚して永住権をもらって、すぐに離婚してそのまま日本に住み着いている、日本にたかり続けている、そういう外国人がたくさんおります。日本人と結婚して永住権をもらうのはいいんですけれども、だったら日本人と離婚したらば永住権も取り上げるべきではないか。永住権を盾にして生活に困ったら生活保護を申請に来る。私は親戚なら助けたいですけれども、赤の他人なんか助けたくありません。それとですね、佐川浦安支部長が私の10倍ぐらい熱く語っておりましたけれども、候補者本人よりも熱いなぁと思っておりましたけれども、留学生は生活費14万5000円月もらえるってご存知だったでしょうか。その他に学費補助、医療補助、家賃補助、帰りの飛行機代まで出してもらっているそうであります。で、留学生が1人当たり年額380万円、月額で30万ちょっとただでもらって、日本に来て何やってるかというと、まあバイトしてますよね。勉強する気などまるでなく、留学生とは名ばかりの、これは日本政府がお金を出して労働力を輸入しているようなもんなんですけれども、それに引き換え日本の学生は給料が上がらないにもかかわらず、右肩上がりの大学の学費、親御さん大変ですよね。教育費が大きいっていうのが少子化の一番の原因じゃないかな、私思ってるんですけれども、なんせ一人二人子供を大学にあげるのはとってもとっても大変なことであります。そういうことを考えなければ、自分の子供は義務教育でいいと考えるならば、5人でも6人でも子供を作ると思うんですが、いかがでしょうか。そういう考えでですね、日本に住んでるイスラムの方たちは夫婦で5、6人子供を産みますね。日本人は外国人に繁殖競争で負けちゃってるんですけれども、これ日本人の学生に日本政府がものすごく冷たい、いえいいんですよ、外国人の学生にも
同様に冷たいんだったらば文句は言いませんけれども、外国人留学生には年額380万円ただでくれてやって、日本人学生には450万円貸して600万円取り立てる。これ日本人差別ですよね。こんなんで若い方が結婚して子供作ろうなんて思うわけないですよ。とですね、380万円の手取りを得るためには500万円ぐらい稼がないといけないですよね。久しぶり。ただでくれてやってですね、日本人学生からはきちんと利子を取って、日本学生支援機構という金貸しがあるんですけれども、年間50億円利益を出しているそうであります。文科省の外局らしいんですけれども、まあ文科省の天下り先であります。それがですね、年間50億円の利益を出しているってことは、日本人の学生から年間50億円搾取しているってことじゃないですか。日本学生支援機構って名前やめてですね、日本学生搾取機構と、こういうふうに名前を変えろと。貧困調査が得意なですね、前川さん、今はすっかり左翼活動家やってらっしゃるような方がですね、トップにいたような文科省ですんで、そういう間にそういう仕組みを作られちゃったんだとは思いますけれども、そういうわけで日本政府は日本人学生に冷たすぎます。外国人留学生に優しすぎます。どちらにも優しい、どちらにも冷たいんだったら文句は言いません。ですけれども、現実として日本人の学生に冷たい事実があるのですから、私はこの是正を求めたいと思います。つまり外国人留学生の超優遇をやめろと。こんな国ないですよね。頭下げてお金出して何もかも面倒見てやって、自分たちが蓄積した学問を外国人に垂れ流す、こんな国ないですよね。先祖が蓄積した学問や技術は秘密にしときたいな、親戚の一族の秘密としてと私は思っております。資源やがない日本の強みは学問と技術と日本人の頭脳だけであります。ですので外国人の留学生の超優遇をやめさせる、やめてほしいどころかですね、留学生は一切受け入れずに日本の学問を分け与えない、それが日本人皆さん親戚一同の利益だと思っております。そういうおかしなことばっかりやってる日本政府、ギャングのボスを倒すには自分もギャングにならなくてはいけないんだ、こういう思いで立候補いたしました。先は長い、投票日あと16日後ですけれども、皆様今後ともよろしくお願いいたします。